今日のヒーローは投打の2人、岡島選手、そして美馬投手です。岡島のファインプレーだったり、本当に打ってもらったり、助けられて、ここまで投げれました。本当にありがとうございます。岡島選手のタイムリー、どう見ていましたか？いや、もうロッカーの時に絶対打ちますからって言ってたんで、有言実行してくれて、やっぱかっこよかったです。そして今日はピンクに染まったガールデーです。いや、本当にこんなに女性ファンいるんだなと思ってめちゃめちゃ嬉しかったです。はい、次もですね、しっかり、勝てるようなピッチングをして、長い回をしっかり投げて、勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いて岡島選手に伺います。4回の逆転タイムリー、あのシーン振り返っていかがでしょうか？美馬さんに絶対打ってって言われたんで、はい、打ててよかったです。この多く集まったレディーの皆さんに一言お願いします。本当今日は女性の皆さんの声援のおかげで楽天イーグルス勝てたと思います。もっともっと勝って、いっぱい皆さんに勝利を届けられるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは勝利の儀式と参りましょう。それではいきます。 3、2、1、バーン。